ちょ待って待って待って、やばすぎそのキャラ。最高のゲーム、ケムクジャラのゴリラみたいなのが可愛いわけないだろ。バケモンファイターだろこれ。飛んでるって俺見てる。いや見てる。暴れちゃった。うわ昇竜出る。あーラッキーすぎる。あぶねー。宇宙強すぎ。あラッキー。うわーここか。ちょっと待って、ちょっと待って、ダブルアップ、ダブルアップされてる。いつの間にキャラ変えよう。ちょっといろんなキャラ使わせてくれ。一旦ダルシムもやっとくかちゃんと。いや結構俺ねサブキャラ剣もねありだなと思いながらやってる。楽しい剣。空投げいいでー。いてぇ死ぬかこれ。おっと、逃げだ。くそ、ティーリバ弱え。ダルシムの D リバ弱え。よいしょ。な一旦取り行くか。オーケー。ぶねえぶねえ。いい垂直。原人が顔を出してる俺の。まあ使うしかないか。ベガと同じウルトだからねこれ。待て待て待て、もうやばすぎそのキャラ。マジでそのキャラやばすぎ。やってることエグすぎ。なぜ許された。マジでカプコンさん教えてくれ、どういう気持ちで調整をしたんだい。このキャラおかしいよ。まだなんで大会であんなに結果出してるブランカが何もされてないんだい。エアプか、全員エアプなのか。あーゴミゴミゴミ。ダルシムってストゴの時は強かったね。全然雑魚、全然雑魚だったよ。はい謎の当たり判定。はいよくわからない謎の当たり判定。これバグだと思います僕。やだやりたくない。もうダルシムでこのブランカが許されてんのにダルシムの性能じゃ無理です。理不尽には理不尽を。まあでも次のベガのアップデートでちょっと強くなんねえかなダルシム。さすがに、さすがに運営もやっべってなってるっしょ。やろうか、一番楽しい最高のゲーム、最高のゲーム。死ぬ。ブランカばかり優遇されててずるいなあ。ずるいよな。でもしょうがない、マジで好かれてる。ブランカは、ブランカはマジで好かれまくってるから。こいつは運営にいつもずるいんだよ。偉すぎ、伸ばすの偉すぎ。でもなんか運営はなんかブランカ押してるけどさ、ブランカってそんな人気なくね。
あんの？いつも思うんだけど、キャラクター的にブランカって人気あんの？ブランカちゃん人形になってやっとじゃない？かわいそうじゃない？でも元が愛されずにさ、着ぐるみになったら好かれるって。でー、押しちゃった。このスキンのブランカ好き？嘘、俺大嫌いなんだけど。普通に醜いだけだろ。可愛いかこれ？全然可愛くなくない？ダルシムとどっちが可愛い？どっちも可愛くねえよ。チュンリーが一番可愛いよ。ケムクジャラのゴリラみたいなのが可愛いわけないだろ。ウェッツ。アリケンさん、ダルシムの違うスキンとか使わないんですか？違うスキンないぞ。ダルシムはアウトフィットもただあったかそうな洋服着ただけだったからな。普通にブランカちゃん人形エイジスリフレクターより俺ヤバいと思ってんだけど、どう？みんな。俺ブランカ使いがブランカちゃん人形のことで嫌とか言うのは俺絶対信じないと思ってるから、エイジスリフレクターよりヤバいです。エイジスよりヤバいです。ブランカちゃん人形、エイジスはだって2枚だけど、ブランカちゃん人形3匹です。その時点でヤバいです。認めてください。ヤバいキャラにはヤバいキャラ。レッツゴー。空投げも持ってるもんな、ブランカな。誰しも空投げもらえねえかな。いでー、これのどこがストリートファイターなんだよ。この技のバケモンファイターだろこれ。え、なんだそれ。路上で喧嘩しろ、ちゃんと路上で喧嘩しろ。誰がこんなモンスターみたいなのに因縁つけれんねん。怖いだろ。これやっぱエイジスよりやべえじゃねえかよ。クソすぎー。読み負けすぎだろ。悲しい悲しい。最強キャラ垂直さえも嘘だろ。どういうことなん？垂直してましたけど。うわー、 Y のダイパー。あー、終わった。寿司に行かれる。最悪だ。